ちらのグリフィンのラグビーボールのご紹介なんですよ。ラグビーボールって普通こうじゃないですか。まずご紹介したいのは、見て、切れてるボールが存在するんで、世の中には。これね、流行りましたよね、去年あたり。一人で練習できるっていう、こう、ぶつけると、まっすぐ戻ってくる。戻ってくるの、いいですか？見て、戻ってくるんですよ、これ。普通のボール、今みたいにやっても多分戻ってこないんで、いいですか？戻ってくる練習機、まあ、スクラムハーフだったんで、僕も。ハーフ以外の方もね、練習で使えばいいんじゃないかなと。で、これ、4号と5号を、サイズが2種類ございます。なので、まあ、ご自分の手のサイズ感とかに合わせてですね、ここにいただければいいから。で、ちなみに、このタイプのボールの、空気入れる穴、この子は、ここについてますからね。絶対ここじゃないですからね。ここ。これ大事ですから。覚えててください。でですよ、ボール、普通のグリフィンはですね、このタンガロワっていうシリーズが練習機なんですよ。で、これ4号機ね、これは。いいですか？ちょっとじゃあ。はい。はい。はい。いいですね。どうですか？ボールの変な感じじゃない？グリップがすごい。いいでしょ？これ。普通に。これはですよ、4号機なんで、見てる人は、よっ。4号機なんで、ちょっと小さめですよ。で、もちろんこれ、タンガロアシリーズはですね、実はですね、2.5 号球からなんですよ。2.5 号球、3号球、4号球、もちろん5号球っていう4種類がございます。2.5 号球って何ぞやって、知らない人いるかもしれないですけど、2.5 って書いてある。昔までは3号球、4号球、5号球っていう3種類しかなかったんですけど、幼稚園ぐらいの子って、3号球でもでかいんですよ。多分練習にならないじゃないかって、これが 2.5 号機です。どうですか、 2.5 号機。ちっちゃいですよね。ちっちゃい。で、これ、面白い、ある高校の先生、わざとこれで練習する人がいるんですよ。ちっちゃいボールで練習する。これでタッチュってやったりとかね。そういう用途もありますね。別に、3号機とか 2.5 号機だから、小学生しか使えないってことはないです。もちろん高校生、大学生が使っても、いい練習になるんじゃないでしょうかっていうお話です。で、前も言いましたけど、ラグビーボールね。空気入れる穴、ご存知ない方は本当にマジでこういうとこから入れようとしますけど、ないですからね、穴は絶対。空気入れるのは、この 4個ある面の横に絶対ついてますからね、ここ。グリフィンのボールももちろん、ここにあります。じゃあ、例えばですけど、ね、この、BIL のスポンサーボールね、これも、ここ。ここについてます。これ5号機サイズよ。5号機サイズ。ちょっと違う。2.5 触った後これやると、えって思うね。急にでかっ。でかって思うでしょ。でもこれ、それが、あれなんですよ。練習の意味なんですよ。2.5 やっとくと、試合中でやっぱり取りやすいとか、見やすいっていう練習方法がありますんで、そういう風にも使う。あと、何気なく今パッションして、これスポンサーボールって名前なんですよ。で、スポンサーボールで飾っとくようなイメージあるけど、今みたいにですよ。当たり前に使えますから。別にこれでいいんですよ。ラグビーしたって別に。全然普通のラグビーボールで使えます。カンタービリスの。ラグビーボールです。ただですよ、お値段がやっぱ違いますよね。3000円台ぐらいのボールが、こちらのグリフィンのトレーニングボールだけど、これはやっぱ5300円しますんで、その辺はですよ、もうご自分のどっちがいいかっていうのはもう考えてですね、いただいて、ただ言っとくと、ラグビーボールっていうボール、商品に関しては全部練習で使えます。ただですよ、例えばこのオールブラックスはこのソフトボールとかあるんですよ。なんていうのこれ、ちょっとペコペコしたい。なんかボール。これももちろんでしょ。普通に投げて遊べますよ。遊べます。だけど、外で砂とかでやったら、多分すぐ剥がれてきます。これ、主にですよ、室内とか子供とかがこうやって遊ぶようなボールです。危険じゃないように、痛くないように、こういうペコペコしたボールっていうのもございます。だから、もちろん別にこれでラグビーしたければってか、しても全然問題はありません。今日はですよ、今回このボールのご紹介したけど、ボール実はいっぱいあるんですよ、あるんですけど、一つだけ共通点はこれです。空気入れる穴は絶対4面のどこか、周りの4面のどこかか、縫い目の間にあります。この先っぽから入れないでくださいっていうことと、あと最初にご紹介したこの一人で練習できるよボール、ね。グリフィンの場合はパスメイトっていうのかな、パスメイトっていうボールはここの跳ね返ってくる。一番跳ね返ってくるところに、空気の穴がついてます。それは忘れないでください。詳細はですよ、下ボールコーナー買っとくんで、見ていただいて、もうボールっていうのはですよ、消耗品です。ぶっちゃけの話。こういう、
いいグリップで練習した方が俺は絶対上手くなると思うし、すごいツルツルになってきたボールでいっぱい練習してても無駄なノックオンとかあって、まあ内容にもよりますけどね、意味ないんじゃないのそれっていう時もたまにあるんで、どんどんね、新しいボールを使った方がいいんじゃないかなって思います。はい、というわけで下の方のリンク見てみてください。